はい、どうも、コマンチ長者翼です。富士電機の主任の異常な給料について話します。内部ね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローお待ちしております。ではいきます。基本給が35万7000円、時間外手当が4万円、家族手当が8000円、役職手当が5万円、通勤手当が1万円で、月収の合計が46万5千円ですね。で、賞与が、年間2回で191万7千円ですね。で、年収が722万6千円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。